みです。よろしくぴょん。今日明日と2日間この会場にたくさんブースがありますけど、私のおすすめ情報、第三乳業さんのブースでは今日だけなんと酪農家さんが来て新鮮な牛乳の試飲ができるそうです。すごい。この他にも定番のフルーツ牛乳やコーヒー牛乳も売ってるそうです。この後行きたい人手を挙げて。ひなのおすすめ情報パート2。鳥取県の中部では牛骨ラーメンが有名なんだけど、なんといってもレストランキッカさんがおすすめ。サイピョン後で食べに行こう。絶対おいしいから。イケメンオーナーもイケメンだし。うん、分かった。この後行きたい人手を挙げて。はーい。続いての曲は今日が初披露になります。続いての曲は初恋サイダーです。皆さん手拍子で応援してください。